初代、尾上信州、まほろを名乗り、5月の、団菊祭5月大歌舞伎で、初舞台を踏むことが発表された女優の寺島しのぶ、50、の長男、真柊くん、10。歌舞伎の会見としては初めてとなる、フランス大使公邸で行われた会見には、真柊と寺島のほか、祖父の尾上菊五郎、叔父の尾上菊之助、父親のフランス人、アートディレクターの夫ローラン・グナシアさんの5人が顔を揃える歴史的なものになった。藤は息子の菊之助を音羽屋の芸を継がせるために必死に努力して子育てを行った。歌舞伎関係者は真柊くんにもアドバイスをしている、成長を楽しみにしているそうですと語る。それだけに目線の先の孫の凛々しい姿に穏やかな微笑みが浮かんでいた。